第4次安倍第2次改造内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の安倍晋三が、第98代内閣総理大臣に任命され、2019年9月11日から2020年9月16日まで続いた日本の内閣である。自由民主党と公明党による自公連立政権を形成する。令和時代に入ってから初めて発足した内閣であり、 特人が天皇として認証式を行った初めての内閣である。なお、閣僚の認証式は通常、皇居宮殿聖殿、松の間で取り行われるが、2019年8月以降は、松の間が即位礼聖殿の儀で皇御座、御頂戴組み立て準備のために使用を取りやめていたため、代替措置として竹の間で取り行われた。 安倍晋三による通算11回目の組閣であり、これは県政史上最多の組閣回数である。安倍晋三の辞表明に伴って施行された2020年自由民主党総裁選挙において内閣官房長官菅義偉が第26代自由民主党総裁に選出されたことを受け、2020年9月16日午前の閣議において内閣総辞職を行い、 後継政権として、第99代内閣総理大臣に、菅義偉が就任し、菅義偉内閣が成立した。安倍の総理大臣連続在任日数は、県政史上最長の2822日に及んだ、第4次安倍第一次改造内閣の閣僚のうち、留任はい副総理、菅官房長官の2名に、とどまり、歴代の安倍晋三内閣において、最大の改造となった。 また、改造前から引き続き閣内に泊まった4名は、4名とも、引き続き従前の内閣総理大臣、臨時代理就任順位のまま順位の変更はなかった。第4位の未改造で退任した鈴木俊一に代わり、改造で再入閣した高市さないが、新たに指定された。2019年10月25日、菅原和彦経産省が、 有権者買収疑惑を報じられたことを受け辞任。公認には、梶山博が就任した。2019年10月31日、河合克行法相が、妻、河合安里の2019年の参院選での、買収疑惑を報じられたことを受け辞任。公認には、森雅子が就任した。なお、河合克行、安里夫妻は2020年の通常国会が、閉会した。 翌日の2020年6月18日に東京地方検察庁特別捜査部によって逮捕された。2019年9月11日任命。2019年9月11日任命。2019年9月13日任命。2019年9月11日任命。首相の安倍晋三は2019年9月3日。 自民党役員会において内閣改造、党役員人事を11日に行うと表明した。第二次政権発足以降、一貫して同一のポストに就任している麻生太郎副総理兼財務省と菅義偉官房長官は続投した。歴代安倍内閣の中では最多となる6人の無派閥議員がいる。川選挙違反事件。 ありがとうございます。